はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編、第7章やっていきたいと思います。もう第7章に来てすでに一人ですけどまあここら辺はちょっと一緒なんで、サクサクサクっと置いて、あ、これ今アンヤと白夜の両方があったな。白夜を置いちゃったけど、よかったのかな。流脈打ちがもうないからな。この地に関する要件は何なりと私にご用命ください。もうお前はこれしかやることがないからな戦闘では役に立てないからな。ジョーカーよ、残念だよ。なんでここら辺はとりあえず作物だけ取ってこう。これはなんだ、紫水晶、サファイア、リリスの神殿はいいや。じゃあ物語の方ですね、7章に進んでいきましょう。語られざる世界。白夜、暗夜のどちらも選ばないことを決めたミカミックスは、ひとまず身を隠すため誰にも見つからないという隠れ場所へと向かった。ほうほうほう、それはどこですかな。暗夜の時に一瞬出てきた、あの湖の中に入ってた時っすね。そこかな多分。二人ともこれからいかがされますか。私たちの味方はもうどちらの国にもいないんですよ。もう国どころか俺はもう味方いないよ。とりあえずは身を隠した方がいいかもしれませんね。そうね。それなら一緒に来て。誰にも見つからない隠れ場所があるの。え、そんなところがあるんですか。ええ。そしてそこなら話すことができる。私がお母様から聞いたこの世界の真実の姿と深い絶望を。ちょっと物語の核心に迫っていく感じかな。なんだかんだで白夜とアンヤの話だとちょっと全部の物語の解明には至らなかったっていう感じですからね。とりあえずハイドラシンですね。ハイドラシン何者なんだよっていう。ここは無限渓谷、ギュンターさんが落とされた場所ですね。まさかここが隠れ場所だと言うんですか。そうよ、このために飛び込むの。お待ちください。このようなところから飛び降りたら死んでしまいます。お前はもう大丈夫だ、死んでるから。誰にも知られない隠れ場所とはまさかあの世というわけではありませんよね。大丈夫よ、ここから落ちても死ぬことはない。私を信じて。アクアさん、先ほど話していた世界の真実についても谷を降りたら聞かせてくれるんですね。そうね、あなたが望むなら。わかりました、飛び込みます。ミカミックス様、本気ですか。はい、大丈夫です。私はアクアさんを信じています。ありがとう。それじゃあ先に行ってあなたを待ってるわ。よし、私も後に続きましょう。ミカミックス様が行くのなら私も覚悟を決めないといけませんね。あなたのためならば命を落とそうとも本望、地獄の果てまでお供させていただきましょうだからお前はもう命落としてるんだって。お、飛び降り自殺か。これさ、よく飛び降りるよな。絶対無理だよ。すげえ勇気だよな。っていうか飛び降りてさ、この崖のとこにガコガコって当たるんじゃん、普通に考えて。なんでかわしていけるんだこの落ちてる途中で絶対さ頭とかぶつけんでしょ。お、なんかちょっとスカートの中が見えそうだった親父化してきたな。あ、ギュンターいねえかな。ギュンターちょっと今一人なんで、ちょ、ギュンター仲間になってくれ。前はなんかギュンターここで助けられたみたいなこと言ってたからな。ちょっと一人ぼっちの俺を誰か仲間になってくれ。でもここは謎の敵がいるんですよね。ここが無限渓谷の底ですか。あんなに高いところから落ちたのに怪我はしてないみたいです。よかった、だから大丈夫だって言ったのよ。ジョーカーも平気かしら。はい、もちろんです。ミカミックス様がご無事で安心しました。それにしてもこの荒れ果てた大地は一体。ええ、ここはトーマ王国、アンヤ王国と白夜王国の争いの元凶よ。え、争いの元凶ですか。そうなんだ。さあ行くわよ、行くわよ。二人ともここにいるとすぐ敵に見つかるわ。
まあ、敵は多分見えない敵っすね。モヤモヤの敵。うわ、なんか洞窟みたいなところに入ってきた。ここまで来れば安全ね。さっきの話の続きだけれど、今この国に座する王はトーマ王ハイドラ。あ、トーマ王ハイドラなんだ。やつは平和であった時代の前トーマ王。トーマ王ってなんか魔王みてえだな。人の精神を支配する術を使って民たちを互いに殺し合わせた。かつて豊かだったこの土地は瞬く間に地獄に変わり、トーマ王国は滅びてしまったわ。でもこれは奴の野望の始まりに過ぎない。野望の始まり？そう。奴の狙いはこの世界を壊すことよ。トーマもアンヤも白夜も等しくね。今も奴は裏から糸を引き、アンヤ王国と白夜王国を争わせているわ。ガロン王の侵略行為を影から操っているのもハイドラの仕業よ。まさか。でもそれならハイドラを倒せば戦争を止めることができるはずです。元の世界に戻ってみんなに説明しましょう。アンヤ王国と白夜王国が力を合わせれば。いいえ、それは無理なんだよ。このことを話すと死んじゃうんだよ。トーマ王国のことは外の世界では誰にも伝えられないの。誰かに伝えれば呪いによって全身が水の泡となって消えてしまうわ。私のお母様、かつてトーマの王妃であったシェンメイと同じように。え、王妃？それじゃあアクアさんは。ええ、実はこの国トーマ王国の王女なの。さっき話したハイドラに殺された前トーマ王は私のお父様だった方よ。そんな。じゃああなたは国を追われて。そうね。けれどこのことを誰かに話したことはないわ。呪いのせいで話したくても話せはしない。いくら両親が恋しくても故郷が気がかりでも、その気持ちを口にすることはかなわない。私の心の中で殺すしかなかったの。今までずっと。アクアさん、いい。ミカミックス、この道を選んだということはあなたも私と同じ思いをするということよ。どれだけ分かってほしくても真実を伝えたくても、それを口にすることはかなわない。この辛さは生半可なものではないわ。だから覚悟しておいて。はい。それは承知の上です。承知してたのか。なんか来た。魔物の気配がするわ。かなりの数に囲まれたみたい。悪いけど話は後よ。まずはこいつらを片付けましょう。片付けましょうって、片付けのは俺一人だよ。いけるかこれ。ちょっといなーい、誰もいなーい。しまった、ドーピング剤もないんだよな。これはやばいぞ。ヒットポイントの薬はもう使おう。これ、あ、これドーピング剤か。使うだろう。あれ、傷薬も全部使っちゃったっけ。何も持ってねえ。女神像幸運はいいや。ちょっと、いやー、これで行くしかねえか。気をつけて進みましょう。闇の、暗闇の奥に敵が潜んでるかもしれないわ。なんでいきなりそういう難しそうなこと言ってくんだよ、制圧。今どこにいるのこれ。なんかこれダンジョンみたいに進んでいくの。待機。おお、戻された。罠で戻されてしまったようね。誤った道を進まないよう気をつけて。あ、そういうこと。左ん、ここは、あれ、平地。おい、おお、3体出てきた。しかも弓使い。まあなんとかね、主人公が。おお、やばいやばいやばい。これは最悪、積むな。ここでほら、積んだらちょっとやり直すしかないな。あー、ちょっとしか上がらなかった。こういう時に限って。で、後ろのやつが多分前衛に出てきて攻撃してくる。あ、いいねいいね。素早さ高いからか、すげえ回避率もいい。いけるかもしれない。これはこのままガンガン攻める。2回攻撃があるからな。ここって回復、あ、できるできる、回復しとこう。自然治癒に任せるしかない。ちょっとここです、数ターン。あ、そうだ、もう7章に来たから戦闘は4にしときましょう。これどっちだ、上でいいや。うわー、今度4体いるよ。4か、食らうのは。あ、たたたたたた、下げられた。10-2。これソシアルナイトだな多分。いってつー。
マジか、スクシアナイド上手。これだってさ、一人でやって多分攻略もないっしょ。一人で突き進んでいくしかないから、これクリアできなかったら多分絶対クリアできないよ。347、どうしよう、逃げようかな。そうすると回復地点に逃げる、逃げる、時間かかったとしてもしょうがないこれ。あー、追っかけてきた。おー、かわした。 90%。 ここに行くしかない。ここに射程2で攻撃できないからな、それが痛いよな。とりあえずこの忍者マンはもう倒しとこう。上倒せないのかよ。そうか、忍者マンも素早さが高いからこっち2回攻撃できないんだ。で、能力下げられて、いやーこれかなり長期戦になるな。いきなり、うわ来た、あいつも弓10かよ。 55%、 当たったー。倒せるけど、これ外したらかなり危険だな。よし、弓兵でいくつ食らうか。 35% の7か。食らったら死ぬな。かわしたぜ。だからどうすればいいんだ。一歩マスから出るしかないからな。ギリギリ倒せない。食らえ食らえ、これ次かわせないと。 55%、 1/2。おお、ナイスだ。危なかったぜ。こんな戦いがいつまで続くんだ。11レベルだな、もう。やろうと思えばもう上級職に上がれるな。ちょっとここはもう全回復するまで待つしかない。この作業が続く。右上の方にボスっぽい感じだな、地図を見ると。1,2,3、 4体の敵のポチポチが見える。こいつをどう排除するか。8か、まあまあだな。いけー。お、竜突みたいなのが出た。来てない、倒した。うまくいきました。よし、ここは制圧したな。回復回復、砦で。キランキランキラン、もう1ターン。何ターンかかんだ、もう23ターン目だし。これどっちだ、右か下かって言われたら右だな。宝箱ある。1,2,3,4,5、敵が増えてんな。1回1回やっぱね、手裏剣射程2から攻撃してくるのが。うおー、弓壁貫通してきた。いって、やばい、これはやばい。1残る、1っていうかもっと残るわ。2残った。これ無理だよ。回復ポイントまでこれ多分戻れないもんだって。あ、傷薬を使いつつ、この砦に拠点を構えて。痛い痛い、能力が下げられた。ありがたく使わせていただきます。こいつなんだ、侍か。早いな、侍も。武器レベルが C に上がった。主人公だけどんどん強くなっていくなこれ。 83%。 おい、 OK。でこれはちょっと先に忍びを排除しておこう。忍びを排除してからゆっくりと回復に勤しむ。もっとガンガン絶対2回攻撃取れるくらいの素早さが欲しいな。確実に一歩離れてくるな。行って行って行って、
こっちもね微妙に 100% じゃないからね、命中率が。うまくいきました。事故死が起こり得るからな。よし、結構いい感じでステータスが上がったな。回復回復、3、4ターンかかんなこれ回復するのに。もう2ターンか。いやこれも絶対全回復していかないとかなり不安が残る。でこいつの射程範囲ってどうなってんだ。ここまでなら大丈夫か。で宝箱開けよう。開けらんねえよ鍵がない。こっち、うわー、弓使いがね攻撃力が強いんすよね。命中率がそんなに高くないけれども食らうと痛いっていうか、あいつ箱の中に入っちゃったよ。箱の中に入るとかなり不利になるかんな。倒しとこう。まず倒せるやつを確実に倒す。よーし、さあ箱の中から出てこい。お、宝箱かけてみれば出てこねえし、あ出てきたか。あこれはもう安全だな。食らったとしても倒せるよね。倒せる倒せる。14×2。いやー素早さ高いのは結構いいな。2回行動さえ取れれば。先に宝箱開けますか。キルソード、キルソードってなんだ。確か必殺が出ると攻撃力が高くなるっていうそんな武器だった気がする。でも今自分ね雇の神があるんで42ターンなんだけど、キルソードを渡す仲間もいないっていう。これあと上行って終わりかな。なんか待ち構えてんだけど、どういうことよ。ここまで行ってで、こっからここ戻されたー切ない。単数だけがどんどん過ぎていくってことはもう一個部屋あるなこれ。あ、間違えちゃった。この部屋に行って、絶対手裏剣野郎がいるな。これもね能力下げられるのがやっぱり痛いんですよね地味に。12か。おお、かわしたナイスだ。でかい、今のかわせたのはでかい。うまくいきました。全然経験値が入らなくなってきた。やっぱこいつ素早さ高いな。2回攻撃ができればその1ターンで倒せるのに2ターンかかる。うおお、傷薬使ってきた。ずるい。これ自利品になるんじゃないか。そうすると俺に、うおお、かされた。マジか、痛い。完全に自利品だな。46、痛い。おお、一旦戻るべきだったか。これはちょっとしくじったかもしれない。うわー、ダメだこれ、死ぬ。うおちょっと帰る。最後まであがきます。ちょっとたとえやばい、どっちか食わさないと死ぬ。おお、箱の中まで、箱の中に逃げ込まなくては。箱の中に入れば回避率も防御力も上がるんで死んだと。マジか、ここまでか。これは無理っぽいな。これ次死んだらちょっと積んでる恐れがあるな。一応ちょっともう一回やりましょう。まあ、少しちょっと早送りを。建物配置でちょっと待って、道具屋を入れてドーピング剤を持ってこう。てか金いくらあるんだ今。金を手に入れた記憶がないんだけど。うるさいジョーカーお前は役立たずめ。5000円持ってる。よっしゃ、
ちょっとまずヒットポイントの薬は輸送隊に送って、あとはこれやっぱりこれも傷薬買っていくだろう、1個必要で、ヒットポイントの薬は持ってて、力の薬、魔力はいらない、技いる、速さもいる、幸運ってなんだ、防御絶対いる、魔法防御多分いらないんだよね。マスタープルーフ使えば絶対クリアできるけど、さすがに10レベルでマスタープルーフ使うのはもったいなさすぎるから、傷薬をもう1個持ってこう、いや何かの時のために調合薬を1個持ってこう、 OK、これでいいはずだ。魔力は多分低いから、流石使うよりは戦闘力をちょっと見てみるか。魔力6しかないもんな。ちょっとドーピングして、力を使って技使って速さ使って守備使って、女神像は単純に本当のドーピング剤だから、で傷薬を引き取って調合薬引き取れば完璧。おし、あれ、なんかさっきとちょっと違う気がするんだけど配置が変わってる気がする。じゃあちょっと戦闘アニメはオフにして、サク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 進んでみましょう。第7章リベンジ。いや、なるべくだったらこうやり直しとかそういうのはやりたくないんで、もうすでに絶望的な状況にいるけど、かなりもうきついんすけど、もうでもしょうがないっていう。身支度は大丈夫、さっきしてきたから。気をつけ、よし行くぜ、制圧してみせるこの地を。さっきまでの俺と思うなよ。ちょ、強くなったんだからいまいち実感できないけど2回攻撃はできるから多分。痛い。オッケー、レベルアップ。あ、これで10レベルか。よし。あれ、あの流突みたいのって何が関係してくるんだっけな。ドーピングを施した今の俺に立ち向かってくるなど身の程知らずね。回復。まあ、最初はね3人なんで多分そう苦労はしないけど、最後に行くことだいぶもういける。これさあ来なさい。この忍者だよな、忍者やっぱり厳しいのは。確かさっき10くらい下ってたから、それはだいぶ強くなってるな。こいつも一撃で倒す。回復しよう、やっぱり無理はしない。そう来るんだよね。でここで待って、一回回復したらこの忍者を先に排除して、ダメか、二回攻撃はできないな。うわ、やばい、弓兵強い、やっぱり 55% 当たった。箱に入られるとかなり危険だからな。よーし倒せる、レベルアップ11レベル。よし、力と速さと守備が上がってくれればな。この際ちょっとヒットポイントは病弱だからあんまり期待できないんだよね。力と素早ささえあれば2回攻撃でかなりのダメージが期待できるんだけど、これちょっとあれだな、相手の射程を見て、あ、ダメだな、結局射程に入ることになるから。くらいさっきよりいい感じにはいってる気がするけど、全回復させてこう。ここはこの次の部屋からね、この弓兵が出てくるのが辛いんですよね。でこれ絶対後手になるんで、で上のやつが攻撃してきて、よしかわした、ナイス、強いぞ俺。おお、ギリギリ手に入れた。じゃあこいつも倒しとく。倒せないのか、そうか、忍者は一発で倒せないんだ。で弓兵が来るな。あ、回復に走りやがった、あいつ汚ねえ野郎だ。
これはちょっと帰る帰る帰る無理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 。うお弓減った、やばい。これ大丈夫か、倒せないと死ぬんじゃないか。あ、傷薬使うの忘れた、せっかく買ったのに。危ね危ね危ね。弓兵は一発で倒せるから大丈夫。よし、ちょっとかなり操作ミスが目立ってきてんな。結局全回復されちゃったよ。もう回復合戦だなこれ。てか仲間いつ仲間になるんだ。誰か、もう誰でもいいよとりあえず。この一人で戦うのを早く終わりにしたい。あ、これ弓兵来るな上から。しかもこれまた回復ゾーンに入られたよ。 55% か、当たった。これはついてたな。まあ速さが上がったからよしとするか。でこいつもう弓兵ぶっ倒しとこう。おいおいし、オーケー。とりあえず傷薬いらない。で宝箱を開けて一応キルソードは取っておきましょう。でここでまた回復してもう一ターンか。いやー本当に辛いこれ。これでね待機しないといけないっていうのがね。でソシアルナイトかこいつ強いな。アーマーナイトは左上か。誰が相手でも2回攻撃っていう。あそうだ、これ傷薬合戦になるんだった。なんか流突みたいなの出てくれないと。結局傷薬使われて終わるな。こういう時に限ってミスるのかよこれまた。うわーどうする、戻る、これは戻ろう。きたー、アーマーナイトは、あ来ないな。よしよしよし、これだけあれば忍び相手だったらいけるでしょう。 OK で、まあ、調合薬とかは使わず自然回復できるときはケチって自然回復していきましょう。まあ、時間はかかるけどしょうがないっすよねそれは。勝負だ、アーマーナイト来い。7か、結構強いな。ヒットポイント高いなやっぱりアーマーナイト。一ターンで倒せない。ここでどうしてこう。お宝箱なんか、キルソードはいいや、ちょっと無双隊に送ろう。別にこれ捨ててるわけじゃないんで手元には残るんですよね。で宝箱を開けて、あ金が、やった。金はちょっとドーピングするのでかなり貴重だからな。ちょっと全回復させてから、あこれもう一個部屋あるな上。お、あの人影、あの騎士はまさか。やった、来たギュンター。ミカミックス様、ギュンターさん、お本当にあなたなんですね。無事だったんですねギュンターさん。はい、気づけばこの地におりまして、なぜ生きているのか私も不思議なくらいで、ですが断じて幽霊などではございませんぞ。この腕も足もこの通り本物です。そのようですね、また会えてよかった。本当によかったよギュンターさん。再会を喜びたいところですが、今はゆっくり話している暇はありませんな。こやつらは厄介な相手です。ここからは私も加勢しましょう。やったぜ。あ、俺も動けないんだギュンター。ちょっとこれ防刃雲、力と技と速さと幸運が上がるからな。ちょっとギュンターを、交代させて。だギュンターはもうだってグレートナイトレベル3だもんね。はい、行くぜ。もう俺に怖いものはない。はっはっは、無駄なんだよ。弓兵を先に始末して、いやお前を先に始末するか。返り討ち、無駄無駄無駄。はっはっはっは、ギュンターの力を得た今の俺は
13レベルだよこれ。マジ強い。これもう主人公と誰か防刃を組める人がいればクリアできんじゃないのか。 33% これあれだな、バーサーカーか、上級職だな。わかったか。しかし私の敵ではない。あれ、あ、そうか、制圧か。びっくりした、まだあったのかと思ったよ。オッケー、なんとか一人旅から二人旅になって。ギュンターさん、また会えて本当に嬉しいです。それさっき言ったでしょ。はい、ミカミックス様、まさか再び。これをさっき言ってなかったか、お前ら。お前らアルツハイマーか。しばらく見ないうちに強くなられましたな。そりゃそうだよ、一人で頑張ってきたんだもん。めっちゃ強くなったよ。おジジイとか言うなよ、ジョーカー。ギュンター様と呼べ、ギュンター様と。その減らず口は相変わらずだな。もう少しマシな言葉をかけられるのか。そうだ、ジョーカー。だが、なぜこのようなところに。それは私が二人をここに連れてきたからよ。ん、あなたは。私はアクア。幼い頃、アンヤ王国から連れ去られた王女。そういえば分かってくれるかしら。ん、はい、覚えておりますぞ。まだお小さかった頃のあなたのことを。あの日、白夜に連れ去られるあなたのことをお守りできず申し訳ありませんでした。いいえ、そのことはもう気にしないで。それよりギュンター、よく生きていってくれたわ。あなたは手だれの戦士だから魔物たちの餌にならずに済んだよね。では、餌食か。アクア様、この場所は一体何なのです。ええ、ここはトーマ王国、無限渓谷の底に通じている見えない国。今は世界を滅ぼそうとしている王ハイドラが君臨しているの。奴を倒さない限りこの世界に平和は訪れないわ。ええか。おい、だからおめえジジイとか言うな。ギュンター様と呼べ、ギュンター様と。ジョーカー、お前はもう戦力外なんだ。くれぐれも気をつけろよ。このことを外の世界で喋ると呪いで水の泡になって消えちまうぜ。何、俺が教えてやってんだみたいな感じにしてんだよ。アクアから教えてもらっただけだろ。はい、そういうことなんです。私は今アンヤも白夜も敵に回して戦っています。この世界の真の平和をつかむため、そして真の敵を倒すために。きっと苦しい戦いになります。それでも私たちと共に戦ってくれますか。いや、本当に苦しいよこの戦い。はい、おお、ついてきてくれるか。ありがとうギュンター。お供いたしましょう。それでもこのギュンター、いつまでもあなた様と共に。ありがとうございます、ギュンターさん。いえ、それにしてもまだ夢でも見ているような心地です。なんとか生き延びた甲斐がありました。しかしガンズも大したことないですな。この通り大した怪我もありません。あ、そういえばガンズさんは言っていました。ギュンターさんを強襲したのはガロン王の命令だったと。でもどうして。恥ずかしながら私はガロン王に恨まれているんですよ。え、恨まれている。はい、かつて戦場で数多くの武勲を立てた私はガロン王に越権を許されました。そして王から竜の血を賜る機会を授けられたのです。それは大変な栄誉でした。王を守る最高位の騎士となれるのですからな。ギュンターそんな強えんだ。ですが私は孤児しました。故郷の町に妻と子がいたからです。私がその役目につけば家族とは今まで通りには暮らせない。私は平凡な一生を送りたい。ですからお許しくださいと申しました。あの時のガロン王の憤怒は今でも忘れられません。そんなことがあったんですか。なるほど。お、なんだ、おお、現れた。見えない敵で、こいつらは結局何なんだっていうのもわかんないですね。お、なんか偉そうな。ここはあなたたちのいるべき場所ではありません。あ、何者ですか。私はトーマ王国の魔導士トーマ兵よ。この者たちを排除しなさい。まずいわ、今の私たちではこいつらには勝てない。一度元の世界に戻りましょう。なんで勝てないってわかるの。俺とギュンターがいれば誰にも負けないよ。よし、無事に元の世界まで戻ってこれたみたいですね。さっきのやつは何だったんでしょう。白夜がアンヤに、アンヤが白夜に、その時扉は閉じられる。え、何ですかそれは。昔お母様から聞いたの。アンヤが白夜に、白夜がアンヤになるとき、次にそれが起きたときは無限渓谷の扉が閉じられるって。
アンヤが白夜に、白夜がアンヤに。聞いたことがありますぞ。マジでギュンター、お前物知りだな。確かそれは数十年に一度アンヤと白夜の空の入りが入れ替わる現象、あと数月で起きることではありませんか。ええ、きっと無限渓谷の扉は現象が起こるたびに開閉を繰り返しているのよ。つまり閉じてしまえば次に開くまで数十年こちらからあの国に行くことは不可能になる。もう時間がないわ。そうですか。なんだ、そうですかって他人事だな。それならそれまでに両国の皆さんに協力を求めればいいんですよ。マークス兄さんと龍馬兄さんがいればあいつらにだってきっと負けません。え、どうやって協力を求めるの。あの国のことは話せないのよ。それでもなんとかやってみせます。これはチャンスなんですから。どちらかに属していたらきっと見えなかった。アンヤもビャキヤも救うことのできる方法がきっとあります。そう信じて味方を増やすしかありません。そうだ、まず味方を増やすんだよ、ミカミックス。そうね、私一人ではできなかったことでもあなたたちとならきっとできる気がする。いや申し訳ないけどお前と一緒にはもうできないんだよ。だからじゃあひとまず白夜王国に戻ってみましょう。ここでじっとしていても何も変わらない。彼らなら少しは話を聞いてくれるかも。いやまず仲間が欲しいっす。ということで最初ちょっと積んだかなと思いましたけど、まあ、無事ギュンターも仲間になって、とりあえず2人になりましたね。2人かーっていう感じですけど、では第7章これで終了したいと思います。